どうもこんにちは、橋本純也です。それと橋本さくらです。今回は妖怪ウォッチのキャラメルコーンを買ってきました。これ何味？ロイヤルパンケーキ、普通のキャラメルコーンの色となんか似てますよ、似てますよ。さっきの形は同じだよ。形？うん、あ、ほんとだ、一緒だね。ここも書いてあるよ、うん、これはうまい図だね、かわいい。じゃあ開けてこっか。うん、なん開けちゃおう。開いて前はこうやって開けれたんですけど、うん、開けるくなってきた。入れるかな。どうかな。おお。ちょっとゆっくりゆっくり。バーンでいくよ、バーンって。バーン。びっくりするが。開かない。お、あ、開いた。ちょっと開いてる。開いてる。ここか。開いてるよ。してきた。おお。あ、入ってきた。入った入った入った。じゃじゃーん。こんなーん。うん。おお、いいね、美味しそうね。うん、おお、いいね。キャラメルっぽいね。どうぞ食べてください。食べてください。うん。うん。美味しい。食べてみて。うん、食べてみる。うん。うん、美味しい、美味しいね。うん、ロイヤルパンケーキ味の拝見でございます。こうやって丸まってる。キャラメルコーンでどうやって作るんですかね。作ってみたい。ね、美味しい。なくなっちゃう。本当美味しいからこれ、うん、止まんない。うん、美味しかった。ね、なくなってる。あ、なくなった。手がなくなったにゃ。ということで今回は妖怪ウォッチのキャラメルコーンをご紹介しました。はい、皆さんも買って食べてくださいね。バイバイ、また見てね。バイバイ。絶品牛乳味だったのね。ん？絶品牛乳味もちょっと違う味。あれはあれで美味しいよ。ね。これも美味しいよ。うん、美味しいな。うん。むしゃむしゃ食べてる。